野崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日はですね。はい。里崎が2021年1位予想をした。はい。中日ドラゴンズです。はい。最近、なんとちょっと去年から流れが変わって。はい。最近 SNS 上 で、はい、で俺この前 の、うん、あのこの前って言ってもこの動画が出るだいぶ前だけど、はい、あのヤクルト対中日戦の3試合連続完封されて、うん、でそれであのいろんな SNS 上で、うん、里崎このチームを優勝にできるんだったらお前やってみろっていうファンからですか、中日ファンから。あのもうあの見る目ないとかじゃないんだよ、もう、はい、そういうのが通り過ぎて、はい、お前この試合を解説してこれを見てて、はい、どうやったら優勝できるかどうか、はい、監督になってやってくれっていう1位にしてみろみたいな、そういう風な流れになってきてんだよ最近、もう何やってんですか。この前ね、はい、福岡の、うん、あの里崎ライブ行ってね、はい、あの2人しかいないドラゴンズファンのね、はい、方がすごい謝ってくれたんですよね、はいでもすごいあのノリのいい方で、そうでしたね、ありがたかったですよ ね、 本当ね、うん、見てますかあの二人の人、はい、名前がちょっと分かんないっていうね二人の人、そうそうそう、はい、ありがとうございますよ、はい、さあということで中日、はい、昨年のね2020年ドラフト振り返りましょう、はい、1位高橋宏斗、はい、ね、もう中京大中京から、うん、もう高校生ナンバーワンと言われて、はい、でまあ2軍でね13試合登板先発4回防御率 7.92、はいの0勝5敗です、うん、まあちょっと思ったほど来てないね。そうどうしたんでしょうね、はい、そのなんかこうもうちょっとね、はい、まあ、防御率も最低でも3点台ぐらいで来るかなと思ったけど、はいね、0勝5敗っていうのもずっと負けてるっていうのもね、うん、なんかあんまりパッとしないね、なんかその、はい、で次森、はい、日体大から、はい、1軍で5試合防御率 0.00、うん、でも先日そのヤクルト戦です、はい、16対0の時、うん、あの3連続フォアボールで、はい、で満塁自作自演で、うん、そこから三振取って抑えたっていう、はい、おいおいおいっていうね、うん、だからまあこっからかな、本当だとしたら、ね、もうちょっと早くね、うん、多分ドラゴンズとしては活躍してほしかったと思うけども、はい、ここちょっと一つの事情があるのよ、うん、あそうですか、いや投手陣いいから割って入るところない、はい、だそういったところもねあるよね、うん、まあ、それはいいことですけどね、そう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 、うん、で、まあ、ちなみに2軍では25試合登板であの先発5回、はい、で防御率 2.20、 あ、まあ、いいだからやっぱここら辺のね、うん、やっぱ指標を出しとかないと1軍じゃね、はい、なかなか苦しいかなっていう、うん、で3位土田龍空君、これ出てましたよこの間近江高校から、うん、1軍、はい、7打席5打数2安打4割、はい、うん、おいいじゃんね、はい、だしあの高卒1年目でこう出られるっていうのもね、うん、そうそうそう、うん、で2軍では86試合出て2割3分6厘、うん、でホームランが1本だ、どっちかっていうと、まあ、中距離ヒッター的な感じかな、はい、まあまあまあ高卒だからね、うん、でドラフト3位が4位です、ね、あ4位が福島翔太選手、倉敷工業高校から、はい、2軍、あ試合出てないね、怪我かな、うん、うん、出て怪我です、あそうですか、だと思います、はい、出てないんでね、そうですね何か事情があるんですねで5位加藤翼選手、はい、帝京大、うん、確か歌詞だよね、歌詞高校っていうんですかね、もう俺自分の系列なのに帝京大やから怒られちゃうよ本当。1軍未出場、あ2軍でも出てない、カニ高校、カニ高校、帝京大カニ高校です、そうですね、勝利の2案でカニですね、はいでもあの出てない試合、怪我かな、うん、もしくは体力、もう育成なのかもしれないね、体力強化からとか、で三好博則、博則外野手、はい、JFE 西日本から、うん、外野だったら出てこれるチャンスあったろうに、2軍86試合2割9厘ホームラン3本パッとせんな、もうちょっとという感じですか、うん、そうだね、はい、じゃあドラゴンズのね、はい、全体的なドラフト評価は、はい、C です、わー C いきますか、ちょあの、うん、まあ育成も入ってるからなんだけど、はい、うん、もうちょっと2軍でも結果出してほしいなっていうところとはありますよね、はい、いくら高卒でも2軍でも、やっぱ2軍でもドラフト1位で、うん、じゃあ頑張れの意味も込めて C ですね、そうですね、うん、はい、でまあ森選手はちょっとなんかリリーフもねやっぱ状態良かったんで、うん、なかなか1軍に上がってこれないっていうところもあるし、まあ、土屋選手もまあ1軍でねそうやって結果出してるから、うん、まあ、未来に向けてはいいですけども、はい、まあ、もうちょっと頑張れっていうね、うん、まあ、それはあの1予想してるっていうところもあるから、はい、もう厳しくて、はい、
あの古巣でもないくせに。ちょっと交差に厳しくなりそうですね、中日に。っていうところだね、はい、今年のドラフト、はい、もう取らなきゃいけないのはもう決まってんだよ、もう、はい、外野の強打者、うんはい、これです、うん、だからまあね、投手陣は今年もう3点台前半だから防御率、ね、めちゃくちゃいいですね、ダントツ12球団1位だからね、うん、3.25 か、はい、3.25 ソフトバンクの、あ、3.2 ソフトバンクよりちょっと悪いんだ、でも 3.25 セリーグ1位っていうところで、はい、その代わりよ、チーム打率2割3分8厘わ、セリーグ最下位、うん、ホームラン63本、はい、唯一セリーグの中で100本打ってない、うん、ツーベース161本、だからね、俺はもうボビーの野球のあれじゃないけど、広いバンテリンドームでホームラン打てないんだったら、はい、二塁打を日本で一番打てるチームにすると勝てるわけよ、はい、だその中でホームランも打てないし二塁打も一番少ないのよ、うん、まあそもそもヒットも一番少ないんだけどね、うん、まあそれはチーム打率が最下位だからね、はい、だからそこら辺ももっと改善していかなきゃいけないなっていうところはね、はい、で併殺打92ってダブルプレーが一番多いのよ、うん、だからチャンスも潰してるよね、出塁率に至っては2割3割ないからね、はい、フォアボールの数もフォアボールも唯一200だ、ダントツ少ない、あ、本当だ、ヤクルトが427選んでるとこ292、うん、そういったところのやっぱ選球眼とかもいるよね、うん、で盗塁してるけど失敗も多い、はい、っていうところでもう打線が、うん、ていうか攻撃が見れません。でも完全にじゃあ上位で野手、そうだね、うん、でも俺知ってんだよ、お誰行くか、お知ってますか、うん、じゃあお願いします、はい、名前かけて、俺でも毎回知ってますって言うけどもう言っててあれだけど、はい、何ですか、まあ多分ほぼいないと思うけど、はい、内部リークかとかって思ってる人もしいたらこれあれだからね、演出だからね、そうですそうです、いや、もう知ってるんだよねって言ってるだけですからね。知らないけど、え、本気にしてる人いるかな。いや、いないじゃないですか、さすがにそこまで。いや、絶対いんねんって、だって結果見て、だって全部間違ってる可能性あるんですから。知ってるわけじゃないですよ。これただのあのセリフだからね、そうですそうです、うん、はい、まあ多分 99.99999% の人は、はい、まあ、分かってくれてると思うけど、はい、そのまま受け取っちゃう方ももしかしたらいるかもわかんないけどね、そこら辺もよく考えてくださいよ、はい、視聴者の皆さんね、はい、でも知ってるんですよ、はい、知ってるんですか、うん、お願いします、はい、ね、第1回選択希望選手、中日正木智也、うん、外野手慶応大学、はい、はい、1位です、あれ、これ前回の楽天の時もお勧めしてましたね、そう、やっぱ今年の大学生の中で右は多分一番人気かなっていう、はい、うんうん、もう今年はとにかくね、高校大学社会人全カテゴリー合わせてもちょっと野手は少なめなのよね、はい、ピッチャーに比べると、うん、でその中ではやっぱりこの外野手で右、うん、でしかもですね、選手タイプは元中日の山崎武さんっていう、へえ、わ、めちゃくちゃホームラン打ちそうじゃないですか、そうそう、ちょうどいい、うん、だから俺はもうピッチャーいらないのよ、はい、去年も高橋君取ってるし、うんうん、で2位で森君取ってるわけだから、はい、うん、もう欲しいのは野手なのよ、はい、だからもうピッチャーはね、まあ、ピッチャー取った方がいいなと思うのは地元枠で、はい、やっぱ地元を大事にするじゃんね、はい、地元枠で中京大中京の黒柳投手は取った方がいいかなって思うんだけども、はい、もし2巡目中日も吉田だから上は早いから正木黒柳でもいいかもしれないね、はい、あとはまあ、左でもいいんだったら神代の梶原選手、はいはい、であとは広島学芸大学の有園選手とか、はい、うん、岐阜第一の坂口選手、はい、まあ、ファーストなんだけどね、うん、まあ、これはもう外野の練習させてっていうね、はい、ところあるけども、そういった選手、うんうん、おすすめかな、はい、でもあれですよね、あの大卒のピッチャーとかもやっぱいてもいいですよね、取ってもいいですよね、うん、まあ、取ってもいいけども、うん、絶対的必要なのはもう野手です。あ、じゃあ会の方で大学生のピッチャー取る気ありますか。もう会だと、あ、いるの、あのね、ぜひおすすめしたい選手がいるんですよ。じゃあ誰ですか。え、中日も情報、中日も売り込もうとしてるの、ちょっと西に行こうとしてる、いやいや、でも私もやっぱ出身が東海地区なんで、うん、おお、そうなの、はい、私静岡なの。静岡は東海地区だ。東海地区ですよ。あ、そうなの。関東じゃない、東海です。そうなの、はい、東海道新幹線で行くじゃないですか。でもそんなこと言ったらもう東海道新幹線だって、まあ、福岡とか京都とか、え、福岡とかは山陽でしょ。途中から山陽新幹線とかに行く。山陽は通ります。
山陽新幹線にならない途中から。のぞみの最終大阪から向こうって山陽新幹線だもんね。大阪までが東海道。はい。あ、で山陽に変わるんですか。そう。まあ同じあの東海地区なんで。静岡東海なの。そうですよ。駿府かと思ってた俺。駿河みたいなね。うん。はい、違うんです。東海。今晴天をつけ見れるから、はい、今ちょっと駿府の立て直しでやってんの、はいはい、今日朝見てきたから。あ、そうなんですか。うん、だから駿府とかと思って。へえ、駿府地はありますよ。ね。私の地元の中学校とか小学校の目の前が。しかも今なんか出てきたんだよね、駿府城の跡のところが。え、そうなんですか。うん、そう。へえ。言ってた。そのじゃあ駿府公園の中にあるのかな。なんかその跡の、はい、それが石垣とかが当時のやつが出てきてみたいな。へえ。っていうのがやってたっけ、NHK で。知らなかった。で、はい、何の話？あ、でですね、私おすすめ選手がいまして、なんと静岡大学から2人プロ志望届出してる。静岡大学は静岡系列なの？全く違います。違うの？はい、私の中学校は静岡大学附属中学校だったんですけど、静岡高校は全く別物です。で、大学静岡大学からいいの？それがですね、石田優太投手、井出駿投手という2人いるんですけど、2人とも右ピッチャーで、2人とも愛知県出身なんですよ。そうなの？はい。地元枠？地元枠で出してるよ、届け。そうなんです、うん、2人出してまして、うん、出してる。はい。で、2人とも140キロ後半のストレート投げて、で、井出君っていうのはこう直球と変化球のコンビネーションこう使い方がうまいっていうことでね、2人ぜひ。静大ってなかなかこう聞き覚えないじゃないですか、野球選手。そうだね、はい、静岡はあるけどね。静岡は結構いるんですけど、静大はあんまりいなくて、2019年の阪神の育成2位の奥山選手っているんですけど、その人しかいないんですよ、だから今回静大からまたプロを輩出したいなと思いまして、中日さんいかがでしょうか。取るかも分かんないね。分かんないですね。一応出してるからね。そうなんです。だから選べる可能性あるんですよ、はい。でもまあ全体的にじゃあ書いてね。はい、書いてもいいでしょ。もちろんね、はい。だっておすすめはやっぱりその正木くんか、はい、やっぱ野手だね、はい、野手を本当もう3位までで野手2人いってもいいぐらいだね。うん、正木くん2位で余ってるかな。ここが問題だよね。そうですね、2位で余ってんだったら、多分中日はウェーバー順早いから、はい、1位ピッチャーを高校生、それこそ小園、はい、森木、風間、あと立つ、っていうところの高校生を行って、はい、で2位まさきとかでもいい、はい、余ってたらここ戦略だね。ただやっぱ野手が今年少ない、そしてナンバーワンスラッガーだってなったら、やっぱ1位で行くところもありそうですけどね。だそこの多分くじ引き負けしたチームがどう出るかっていうところだけど。そうですね。でもあれか、そしたらもうアリゾノとか吉野に行くか、2位、その手もあるね。まあそうですね、ここ勝負だね、はい、ドラゴンズは1位を、その、まあ、俺大卒とか社会人のピッチャーはそんなにいらないと思う、はい、だから俺は高卒がいいと思う、もしピッチャー行くんだったら、はい、でそこを取っといて、でウェーバーでいい感じで来た時に正木君とか、あとはその翔平高校の吉野君とか有園君とかを行けて、もう一回帰ってきた時にそこに黒柳は余ってないか。そうですね。その次のメンバーだいぶ後ですね。うん、だそういうことだよね。高卒ピッチャー行って2位に野手行って、はい、でここ帰ってくる時に、まあ、絶対余ってないだろうけど黒柳は余っちゃ行くけど、もういかん、いなかった野手みたいな、もういいし、まさき行って、黒柳もあるね、2位だとあるね。それだったらあるんじゃないですか。あるね、でこう行った時に翔平高校の吉野とか余ってないかな。ここ行きたい。これをいい感じで取れたら最高だね。最高ですね、うん、まあどうなるかだね、はい、うんうん、でも補強ポイントが明確っていうのはいいですね。そうそう、まあ、当時はね、はい、そんな別に即戦力いらないと思う、もう今いいからね、はい、だって防御率めちゃくちゃいいですもんね、うん、だからやっぱ取るんだったら高校生投手、はい、であとはもう野手は本当、はい、2、3人は取った方がいいね、うんうん、でキャッチャーもね、木下とか桂とかまあまあいる感じだから、はい、まあ、そこまで慌てていらないと思うし、はい、そういった面ではそういうのがね、うん、取った方がいいんじゃないですか、はい、はい、あとはね、静大の2人、はい、どうですか。ぜひ